コロンビアの打ち上げ、スペースシャトルコロンビアは、アメリカ航空宇宙局のスペースシャトルオービターの2号機で、ある。名前は18世紀のアメリカ人、ロバート・グレーの小舟にちなむ。1号機のエンタープライズは、大気圏内専用の実験機であるため、宇宙に到達した最初のスペースシャトルである。 初飛行は1981年4月12日から4月14日にかけて行われた任務 STS-1 で、その後も計27回の飛行に成功した。1994年7月8日から7月23日までの STS-65 では、日本人初の女性宇宙飛行士である、向井千秋が登場した。2003年2月1日、 28回目のミッション STS-107 の期間の際、大気圏再突入中にテキサス州上空で空中分解し、乗員7名全員が死亡した。事故原因は打ち上げ時に外部燃料タンクから剥がれ落ちた断熱材の破片が高速で左翼前縁に衝突し、耐熱パネルに穴が開いたことと判明した。この他に模型のパスファインダーも、 オービターとしてカウントされることがある。ハーウッド、ウィリアム、STS-129、ISS ウルフさんクイック、ルックデータ。 cbsnewshttp://www.cbsnews.com コロンススララッッシシュュスラッシュネットワークスラッシュニューススラッシュスペーススラッシュ129スラッシュ 1299uicklok2.pdf2009 年11月30日閲覧ありがとうございます。